将軍将軍、アンナサワイ、エミー賞解挙でオファー殺到作品選びは、より慎重に単独インタビュー。ディズニープラスで配信中のドラマ、将軍将軍、で戸溜り子役を務め、アジア人初となるエミー賞主演女優賞、ドラマシリーズ部門に輝いた俳優アンナサワイ。 開挙尽くしの受賞式から一週間が経ち元の生活に戻りましたとにこやかに話すアンナが、シネマトゥデーのリモートインタビューに応じ、歴史的瞬間を振り返りながら今後のキャリアについて語った。取材、ブー編集部、倉本拓也、画像、アンナサワイ第5級。主演女優賞受賞の瞬間、主演女優賞受賞の瞬間、やっと息ができる。 サナダヒロユキが主演プロデュースした、将軍将軍は、天下分け目の合戦、関ヶ原の戦い前夜を舞台に、歴史上の人物にインスパイアされた戦国武将たちによる壮大な、はかりごとの裏側を、ディズニーが持つ制作会社の一つ FX が壮大なスケールで描き出した戦国スペクタクルドラマ。第76回エミー賞では、 ドラマシリーズ部門の作品賞をはじめ、主演男優賞、主演女優賞など主要部門を席巻し、エミー賞史上最多の18部門を制覇する歴史的快挙を達成した。日本時間16日に行われた受賞式から1週間。アンナは、すごく嬉しいと同時に、歴史に残ることが起きたと言われると未だに信じられないです。 初めてアジア人女性が主演女優賞を受賞したことで、やっと時代が来たんだという思いもあります、と現在の心境を明かす。受賞式当日は、感情が繊細になって、一日中泣いていました、というアンナ。直前のレッドカーペットでも、第五所俳優からの言葉に感極まる姿が見られ、 主演女優賞で名前が読み上げられる瞬間も大粒の涙を流していた。それでも、呼ばれた瞬間は、やっと息ができる、という感覚だったそうで、20年前にオーディションを受けたミュージカル、アニー2004の合格発表が頭をよぎったという。マリコから受け取ったものは、本当に大きかった。将軍将軍、での快挙に至るまで、 アンナを誰よりも近くで支えたのは、受賞式で彼女の隣に座っていた母親だった。一番大事な人です。母はストイックで、芯が強い。私もその姿を見て成長してきました。オーディションの時は、私よりも一生懸命に英語のセリフを読んでくれて、私のオーディションテープのために、文句を言わずに付き合ってくれました。 私が自信をなくすようなことは今まで一度も言われたことがないです。私や姉のことを最優先にずっと支えてきてくれてたので感謝してもしきれません。受賞式のステージ上では母にその思いを伝えたいと思っていました。無本人の娘という過酷な運命を背負ったマリコと向き合うことは決して簡単なことではなかったというアンナ。 撮影期間は本当に辛かったです。彼女の繊細さ彼女が周りにどう見られているのか、そのすべてを背負っていたので、私生活まで少し影響されたこともありました。さらに、パンデミック下での撮影だったので、外出もせず、キャストともあまり会う機会がなかったので、一人ぼっちになった感覚もありました。しかし、そういった苦労があったからこそ、 アンナはマリコを演じきることができたという。マリコから受け取ったものは本当に大きかったです。もともと強く生きているタイプなのですが、マリコのブレない気持ちが自分の中に染み込んだ気がします。米テレビ業界最高の栄誉とされるエミー賞を日本人キャストスタッフの魂がこもった将軍将軍で受賞したことに、 すごく意味があると語るアンナ。日本人の辛さを書いたすごく小さな役から始まり、メインキャストでもあまり日本文化に触れられていない作品にも出演して将軍将軍にたどり着きました。そして、将軍将軍ではさらにレベルアップした場所に到達できたので、自分は本当に恵まれていると改めて実感しています。歴史的快挙のその先へ、 アンナ騒いの新たな挑戦。エミー賞受賞は、アンナにとって新たなスタート地点となった。早くも別作品の撮影に入っているアンナには、すでに出演オファーが殺到しているといい、一緒に働きたいと言ってくださる方が本当にたくさんいて、受賞式後はミーティングが増えましたと現状を明かす。ハリウッドスターの仲間入りを果たしたアンナだが、 作品選びは、より一層気をつけたいとさらに慎重な姿勢を見せる。時代劇はもちろん、より現代的なキャラクターも演じてみたいです。作品やキャラクター次第で、世界が日本人をどのように見るかが変わってくると思うので、自分で銀にして、日本人が見ても違和感がなく、誇らしいと思っていただけるような役に挑戦したいです。将軍将軍。 の解挙によって、若き日本人役者が海外で挑戦する機会がさらに増えることだろう。アンナは将来を担う次世代の俳優たちへ、自分を持つこと。自分の声を聞くことが大事だと思いますと呼びかけ他人の言葉に流されてうまくいっても、それは自分が決めたことではありませんし、失敗したら他人のせいにしてしまいます。自分自身が決めたことであれば、 悔いは残りません。自分を大事にして進んでいきましょうとエールを送っていた。将軍将軍、ディズニープラスのスターにて独占配信中。